はい、こんにちは、軽動物医療センターさんです。ヒョウモントカゲモドキレオパのことについて、まあ、喋ってます。今回は6回目です。で、まあ、今まで食事のこととかね、飼い方とか、それから病気のことについてちょっとお話ししたと思うんですけど、観察の仕方、最後に観察ってめっちゃ大事なんですね。まあ、レオパに限らずなんですけど、で観察する場合に、まあ、よくこういうプリントを皆さんにお渡しして書いてくださいって書いてもらってるんですけども、日付を書いて、食欲、それから何を食べたかね、それから元気さ加減、元気に関しては元気だったら100で100あるかどうかね、それから便、尿が出たかどうか、からあとは体重、まあ他に気づいたこと、それから環境ですね、環境、温度湿度、温度湿度、温度湿度に関しては温度差が知りたいんで、朝一番からお昼過ぎ、それから夜の温度湿度を、まあ、観察できる時だけでいいから観察してもらうと。温度に関しては25から35ぐらい、まあ30でもいいです。湿度はまあ40から60、ただ脱皮不全を起こしている子の場合はまあ60から80ぐらいにしてもいいかもしれません。ただし80に近づけるとカビが生えるね、それには十分注意が必要です。 それで、まあ、食欲に関しては前も言ったように6ヶ月以下の子ねは1日1回ないし2日に1回、まあ、毎日やるなら毎日やってもいいと思います。で6ヶ月以上の子はこれを、まあ、2日に1回から徐々にね、3日に1回、4日に1回、週に1回ぐらいに食事を、まあ、減らしていってもいいと思います。それから、まあ、こういったね、であと体重をしっかり測っていくということがですね、体重がなんか減ってっちゃうと、元気はあるけど体重が減っていっちゃうと、それはおかしいですよね。で、そういう子は観察していくと便尿の出方が少ないとかね、うん、そういうこともあるし、実際に食べたものもどんだけ食べたか観察していくと結構少ない場合もあるし、お口の中の色見てもらうと口腔粘膜の色がちょっと白っぽくなってたりするケースも、要は貧血を起こしている場合もまあまああります。だからこういう観察をしてもらうこと、まあ、病院ではこうやって渡して健康チェック表って言ってね、つけてもらってます。まあ、そうするとですね、何がいいかっていうと、日々の観察をしてると軽い症状で相談してもらえると、そうすると治しやすいですね。もう1ヶ月も2ヶ月も食べなくなって来た時にはもう動きも悪くなってっていう、そういうケースもたまにあるんですよね。そうするとやっぱりね、せっかく治療してもなくなっちゃうケースも多いんでね、まあ、なるべく早めに相談してください。それはもうヒョウモンレオパに限らずですね、いろんな動物、ワンちゃんも猫ちゃんも小鳥も、まあ、マイクロチックアニマルと言われてるね下肢動物ウサギとかチンチラとかモルモットとかこういうレオパもエクゾチックアニマル属するわけなんですけどもね、あと何がいます、フレッドとか小型の猿とかその辺までは見てますね、トカゲ、それからカメですか、こういう観察をしてもらえるといいかなと思います。ただ最後に、食欲がある子であればしつけをしてあげるといい。で、しつけの基本は2つあります。ハンドフィーディング、まあ、もしくはレオパの場合はスプーンかピンセットでフィーディング。一口だけあげる。少しね、ご褒美って感じで。なんか食
食事の時にしつけをしてほしいわけですけど、で一口食べたらとにかく褒めてあげる。褒めてあげると、褒める場合は言葉で褒める、優しく話しかけてあげる。疲れ手に慣れてほしいから優しく触ってあげる、これをしてほしいです。で、これがハンドフィーリングもしくはピンセットフィーリングができるようになってきたら、ここで3つ、まず1番目は名前が多分ついてると思います。毎日名前を呼んでアイコンタクト、目と目を合わせる、アイコンタクト、目と目が合った瞬間に一口食べさせてあげて褒めて触ってあげると、これをしてあげてください。そうすると名前を認識するようになってきます。毎日やらなきゃダメですけどね。2番目、短い距離でいいから食べ物見せといて、おいでと、食べ物見せといて、おいでって声かける。そうするとお腹空いてれば来て食べてくれますから。で、一口食べたらそこで一口食べたらそこでまたよく褒めてあげると、言葉で褒めて触ってあげる。ぜひともこの辺をしてあげてください。そうするとね、人の手ハンドリングもしやすくなるでしょうから、人の手に慣れてくれるとまた可愛いと思いますしね。だけども、あのレオパ寄生虫、消化管内寄生虫が割と多いんで、あの検便は時々することをお勧めします。ということで、まあ、何回かにわたって、6回にわたってヒョウモントカゲモドキ、レオパード月光のことについてちょっとお話しさせてもらいました。また何かあれば、あの芸の方に電話して、これ以外のところでね、何か困ったことがあれば電話で相談するのは全然お答えしますんで病院の方に電話してください。病院の電話番号は757-2133です。まあこちらに電話してもらえれば、まあ手が混んでる時はちょっとお話しできないかもしれませんけども、手が空いてる時であれば、あのいろんな質問にお答えしてるんで、まあ何でも聞いてください。はい、じゃあまあとりあえずヒョウモントカゲモドキレオパのシリーズは今回が最後ということになります。また何か新しい情報があればお話ししたいと思います。はい、それではまた失礼します。